128漢方処方分析、これを進めていきたいと思います。だいぶ後半に入ってきました。こちらはこの3秒でわかる漢方ルール、これの実践編です。こちらを楽しんでもらった後に、実際どうなってるんだろうということでね、この1番から138番まで、津村さんの、分類っていうか、その生薬添付文書に沿って書いた、こちら参考にしてもらうと分かりやすいと思います。漢方薬はメーカーによって微妙に使ってる生薬分量が違うんですね。あと保険病名も違うんです。で、全部をフェアに書くととんでもない数になってしまうので、まあ9割近いシェアを握っている津村さんの、添付文書に合わせてこれはできていますね。適宜応用してやってください。さあ、今日は81番から二鎮湯ね、古い方が貴重と言われた陳皮半夏を含有と書いてあります。3秒ルールでは、5種類です。二鎮湯って半夏、伏量、陳皮、甘草、消去ね。15分類では利水剤に入ります。利水剤というためには、19番ですね、伏量、槽術、白術、託舎、貯霊、半夏、防衛の2つ以上を含むだから、半夏と伏量を含んでいるんで利水剤になると思って間違いありません。陳皮が目に留まれば、消化器用の漢方薬だと言ってね、大体合ってます。これは消化器用の漢方薬で利水剤だと分かります。虚実のスコアも寒熱も該当がありません。気血水どこに向いているか、基本、水に向く半夏しか入っていません。僕の気血水分類ね、今は説明しませんけども、まあ見てください。まあ、ちょっと説明しますか。気血水分類はまず血に入ってるっていうためには、その漢方の抗生生薬の中に次の生薬が入っていれば、オートマチックに血に向いてるって言えばいいんです。滋養、鮮球、当人、牡丹皮、効果、陶器、大王、ね、気に向いてるっていうには、人参、桂皮、麦門冬、黄連、三枝子、蘇葉、香節、香木、柴胡、超糖香、温治、三層人、ね、この12の生薬が入ってれば気に向いてるって言えばいいんです。血の方は7つだったね。もう一回、滋養、鮮球、当人、牡丹皮、効果、陶器、大王で、水の方は13ね、槽術、白術、貯霊、託舎、半夏、奥義、防衛、翼翼人、五味子、細心、強人、環境、石膏の1個でも入っていれば、それこそ水に向いている。ね。13生薬がありますけども、1個でも水に向いている。気は12ありますけども、1個でも入っていれば気に向いている。血は7つあるけども、1個でもその生薬が入っていれば血に向いている。といって、ほぼほぼ合ってます。これ分かりやすいです。でどれにも該当しないときには、一応ステップ2があって、血に芍薬ね、2番目の補欠として、気には麻黄、甘草、伏量、水には陳皮、桔梗、伏量なんて入れてますけども、まあ2はね、結構オタクっぽいので、1だけなんとなく理解するといいと思います。理解っていうか、結構漢方って数が多くなったらみんな気血水に向いてるように見えるんですよ。でも結構気だけに向いてる子はとか分かったりね、血に向いてないって分かったりするのは楽しいんですね。で、二鎮湯、水にしか向いていません。で、陳皮があるんで、小用病気の薬になります。保険病名は、おしんと、おとだけ。まあ、めまいや動悸不眠、こんな症状にも効くことがありますけども、保険病名気をつけて。さあ、ルールからイメージできる典型的患者像いきますよ。二鎮湯81は、5つの生薬からなる漢方薬である。分類チャートからは、伏量と半夏があるので、利水剤の範疇に入る。陳皮があるので消化器用とも理解できる。虚実スコアと寒熱のルールに当てはまるものはない。それぞれ0点で中間になる。よって幅広く使用可能とわかる。6病位では陳皮に着目して小用病の薬となり、舌は白、ね、脈は中間とイメージできる。ワンポイントアドバイスいきます。二鎮湯81の二鎮とは半夏と陳皮のことで、この2つは古い方が良品であったことからこの名前がついたとされている。陳皮と半夏は利水剤と言われている、ね、陳皮をあえて3秒ルールでは利水剤 その数に数えてないんですね。むしろ陳皮があれば消化器用という方向付けにしています。その辺皆さんね、自由に変更してください。それで抗議の利水剤は、競技の利水剤、苦水剤、ね、鎮外巨炭剤と3つに分類すると分かりやすいです。
競技の利水剤は尿量を増やして水のアンバランスを直します。半毛と陳皮は駆水剤に分類されて、駆水剤っていうのは尿量の増量とはほぼほぼ関係なく水のアンバランスを直します。伏量は競技の利水剤の生薬です。つまりおしっこが出るって意味ね。このように考えると水毒も理解しやすいと思います。あくまでもルール上のもので例外も多々ありますけども、まず皆さんの漢方ワールドを作ってください。そしてこのルールが一回身につくと、そこからはみ出すなりルールを破ったらいいので、気楽にやっていってください。和剤局方に日印と載っていますけども、浅田宗博の、和剤局方って1107年ね、浅田宗博の仏語薬室法官区決には、日印等は記載はありません。はい、81番、日印等でした。128漢方処方分析でした。以上です。